皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、うちの子の散歩量の知り方です。散歩量の知り方です。はい、よくこれも本当によく質問を受けるんですけども、うちの子って何々県で、まあ何ヶ月で何歳なんですけども、これ散歩ってどれぐらい行ったらいいんですかみたいな質問めちゃ受けます。めちゃ受ける。で、それは聞かれてですね、僕はもう定型文のようにこう答えてるっていうのがあるんですね。はい、それ何かというと、知りませんっていうことなんです。はい、知りません。知らないんですが、知る方法はあるということです。はい、でこれなぜ知りませんって答えるのか、その理由もね、ちょっと先にお話しさせていただきたいんですけども、その前に屋内っていうかね、室内だから散歩いらへんっていうのはそれ論外ですからね。まあ、それを最初に言っときますね。多分大丈夫だと思うんですけども、で話戻すと、なぜ知りませんと答えるのか、個体差がめちゃくちゃあるからです。これめちゃくちゃあるんです、本当に。犬種もそうやし、大きさもそうやし、あと体力、うん、あと持ってる中のエネルギーとか、あと筋肉量とか、もうその子その子によっても全然違うんですよね。なのでトイプードルやから1日何分みたいな、チワワやったらこれぐらい、ゴールデンやったらこれぐらいみたいなね、あるかもしれないんですけども、僕あんまりっていうかほとんど当てにしないです。例えば、世間一般的にじゃあよく知らないんですけど、まあチワワをじゃあ1日1時間しましょうか。チワワやから1日1時間散歩いるんです。本当にそうなんですかね。それで本当に足りてるかどうか、まあ足りてない子ももちろんいるんですっていうのがわからないんですよね。なのでまずは知りませんっていう形で先に答えさせてもらってます。でこの散歩なぜ大事なのかっていうと、しつけではもう最重要です。最重要、もうしつけうまくいきたかったら、もうここをどれだけするかですっていうぐらい強く僕はおすすめさせてもらっております。はい、じゃあ、でも早速ね、その散歩の量を知る方法っていうのが一つありますので、ぜひこの宿題という形で出させていただきますので、取り組んでみていただきたいと思います。では今日の宿題はこれです。はい、じゃあですね、散歩、うちの子の散歩量の知り方っていうことなんですけども、僕は知りませんって言ったので、各自これは見ていただけると知ることができます。一つだけです。一つこのポイントをまず見てみてください。何かというと、散歩が終わりました、その後です。ゆったりしてますか？お家の方で、あー今日もゆったり散歩行ったなーみたいな、寝よっかなーみたいな、があるのであれば OK です。その散歩量で足りている、このね、今のね、その子のその年齢、その月齢の、散歩量としては OK で、ただ散歩行きました、で帰ってきました、うわー次まだ何しようみたいな、お母さんガチガチガチとか、もうなんか壊し出すとかあるんやったら、それは足りていないっていうことになってきますので、そこの、判断基準、はゆったりしてるか、ゆったりしていなくて、なんか暴れたりかじったり、なんか ついてくるうるしてるとか、なんかしてるかっていうのがあるのであれば足りていない。この足りている、足りてないっていうのはもうすぐに飼い主様の方でわかります。ので、だから足りてないのであれば、ゆったりできるまではどういった散歩をしてあげたらいいのか、散歩量を増やすのか、質を上げるのかっていう話になってきますので、ぜひね、考えていただきながら毎日の散歩を取り組んでいただきたいと思います。っていう形でまた明日も配信していきます。楽しみにお待ちください。以上、藤本でした。